F3 計画を統括する三菱重工に加え、日本企業が続々と参加しています。新たに参加するのが、川崎重工業と NEC と見られています。早く完成を見てみたいところですね。現在、航空自衛隊が保有している国産の F2 戦闘機の後継機として、次期戦闘機 NGF、通称 F3 の開発が、三菱重工業を主体として開発が進められています。この NGF は、ステルス性の高い、いわゆる第6世代戦闘機として、現用の F2 戦闘機の退役が始まる2035年までに、開発を完了させ、配備を開始する計画とされていて、2024年には試作機が登場する予定となっています。NGF に搭載される予定のエンジン XF9 のプロトタイプは、2018年に、6月に IHI より防衛装備庁航空整備研究所に納入した上で、現在試験が実施されていています。さらに、防衛省からこれまでに発表されているモックアップなどを見る限りでは、NGF にはこの XF9 を総発で搭載するものと思われています。開発イメージとしては、アメリカ空軍の F2 にラプターのコンセプトを受け継いだ聖空戦闘機的なものになるのではないかと予想する向きが多くなっています。同じ第6世代戦闘機であるイギリスのテンペストやフランス・ドイツの共同開発の FCAS がマルチロール機としての性格を持っているのと違い、NGF は純粋な聖空戦闘機として独自のカラーを持つことから海外から注目をされているのです。NGF の心臓であるエンジンの XF9 の試験はその後も順調に推移していると思われます。ステルス機としての外観が見え始めてきた現在、開発は次の段階である電子システム関係アビオニクスに進み、同盟国との協議の上で開発を協業すべく米国企業の選定段階に入っているのです。 NGF の開発を準国産化としないできないのには理由があり、それはかつての F2 戦闘機開発まで遡ります。F2 戦闘機の開発当初は完全国産化を目指していたものの、結局はアメリカ空軍の F-16 ファルコンをベースにして開発が進められた経緯がありました。当時はこの背景が米国による政治的な圧力がかかったためではないかと疑いの声が上がったのです。しかしながら実際には国内メーカーにおけるジェットエンジン開発のノウハウが不足していました。さらに、第4世代戦闘機におけるアビオニクス関連の情報開示を含めて、アメリカ側から技術供与を受けられなかったことで、国産化を断念したことが理由として大きいのです。その後、ジェット戦闘機の運用における電子システムの発達と重要性はさらに高まり、もはや、空中戦において、すら戦闘機単体の性能差の優位性は薄れ、電子システムが統制する兵器の一つでしかなくなっています。そのため、現状では、システムを開発した米国企業との協業は不可避であり、仮に、もし、国産化を無理に進めたとしても完成した戦闘機は、ただ飛ぶだけのものでしかなく、実際の戦闘においては、何の役にも立たないのです。それらの理由で、日本政府は NGF 開発を進める上で、三菱重工業との協業を依頼するアメリカ企業として、ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社を候補として選定を進めていたところ、2020年12月18日、岸忍防衛省の記者会見において、NGF 開発の協業先が、ロッキード・マーチン社に決まったとの発表がありました。また、
岸防衛省は、令和3年度の予算折衝での NGF の開発関連経費を576億円として計上することも明らかにしました。その上で、最終的な総開発費用は2兆円を超えるとして、防衛省が管轄する事業の中でも大きなプロジェクトとなることが分かったのです。さらに、岸防衛省は NGF の開発においての必要な支援と協力をロッキード・マーチン社から受けながらも、開発の主導は日本であるとして強調して、将来的には日本独自の判断で能力向上のための回収の自由度を確保していくとしています。今後の懸念材料としては、ロッキード・マーチンの支援、協力を受けたとしても、同社からの情報開示が不十分であれば、日本による回収の自由度が低下することにあります。また、技術輸出への米政府の許可がどこまで出してもらえるかにあり、防衛省は状況によっては電子機器分野において英国の協力を仰ぐことも視野に入れているということです。今回の協業候補として挙げられた米国の3企業はそれぞれ長所があって、例えばロッキード・マーチン社は F2 にラプターや F3 ゴライトニング2におけるステルス関連技術に長けているとされています。さらに、F15 イーグルや F/A-18 ホーネットなどの開発実績があるボーイング社は、機体などの複合素材の技術に優れ、戦略爆撃機 B2 スピリットや B21 レーダーのノースロップ・グラマン社は、各種のセンサー、レーダー関係に秀でていると評価されています。その中で、ロッキード・マーチン社を選択したのは、やはり、日本が、この先 F35A-B を導入するにあたり、小牧に、F35 のための、FACO、最終組み立て、検査、ファイナル、アセンブリー、アンド、チェック、アウトを稼働させているなどのつながりが大きいことにありました。このロッキード・マーチン社は、アメリカ合衆国の航空機、宇宙船の開発製造会社です。1995年にロッキード社とマーティン・マリエッタ社が合併して、現在のロッキード・マーティン社が生まれました。ボーイング、BAE システムズ、ノースロップ・グラマン、ジェネラル・ダイナミクス、レイセオンなどとともに、世界の主要な軍事企業であることには違いありません。それを示すように、ストックホルム国際平和研究所が発行するシプリ、イヤーブックによると、需要部門の世界ランキングは、1位、2位、3位にとどまっているという結果を出しています。極秘先進技術設計チーム、スカンクワークスが、多数の傑作軍用機を生み出したことでも有名な、軍事企業です。加え、NGF の配備が開始されたとしても、当面は、F35 との併用となるために、アビオニクスの絡みもあって、必然の選択と言えるでしょう。しかしながら、ロッキード・マーチン社からの F35 関連の情報開示や技術移転に関しては、不満の声を上げる同盟国が多く、日本に先駆けてファークを稼働させているイタリアなども、満足な情報をもらえてないことがあります。さらに、日本に対しても、どこまで情報開示や技術移転がなされるかは懸念されるところでもありそうです。それゆえに、防衛省では、例えばエンジン関連では、実績のある英国のロールス・ロイス社などとの協業を視野に置き始めたとされているのです。最後に、この先、日本が NGF 開発を進めるにあたって求める性能を考えてみると、NGF の配備が始まる時点での主力戦闘機は F35 であり、それとの併用での運用が考えられます。F35 の欠点の一つに、ステルス性能を追求した、あまりに
燃料搭載量が少なく、航続距離が短いことがあり、それを補う意味で、NGF には、長い航続距離性能が求められています。また、F-35 が、そのステルス性能を発揮するには、ミサイル兵装をウェポンウェイのみに収めなければならず、現状では、4発しか搭載できません。ただし、ロッキード・マーチン社では、ウェポンウェイ内搭載数を増やす改装中。そのため、NGF には、長い航続距離と、数多くミサイルを搭載できるウェポンウェイが必須で、機体の大型化は、避けられず、大出力かつコンパクトなエンジンが必要とされているのです。そして、もちろん、アビオニクスにおいても、この先の戦闘形態を考えれば、友軍機や艦艇のみならず、陸上基地とのリアルタイムでの情報共有ネットワークへの対応が必須であり、友軍機との連携も、有人機だけでなく無人機の統制なども加わって、より高度なものが必要となりそうですよね。この先、NGF が期待通りの性能で完成し配備されたとすると、現時点ですでに困難とされている北朝鮮による弾道ミサイルの迎撃手段として、長い航続距離を持つ戦闘機が長射程空対地ミサイルを搭載し、弾道ミサイル発射前に敵基地を攻撃することが可能となります。